いきます。待て、はい、トゥルルー、あ違います。ゲームが違います。違います。どうもーゴロデルレイです。俺歌ったけど、まあ、はい、どうもロドリゴで佐藤田中と申します。はい、ゲームが違います。違います。違います。違う、そんな聞こえないです。あ、どうぞ。どうもゴロデルレイです。あ、どうもロドリゴで佐藤田中なんか今裏返った。なんかもう一回やってもらっていい？なんか変だった気がする。どうもゴロデルレイです。どうもロドリゴで佐藤田中と申します。はい、FIFA 23、はい、レアルソシエダ編、はい、23、23、24シーズンの第何節か分かんないけど、はい、とりあえず8試合だ、9節だね、はい、バザドリード戦、はい、始めてまいりましょう、はい、我々3位です、なんと。いいわ。で、1ヶ月半ぶり収録、そんくらいですよね。WBC 以来です。3月21日だった、さっき見たら。あ、じゃあ、1ヶ月半。45日ぶりぐらい。多分。1試合目、結構怪しいと思うんですけど、皆さん応援してください。はい。あー、前田。前田です。苦戦続いてんの？え？退場になったの覚えてるけど、それもっと前だ。あれのせいか。退場になったからか。あれで。でもあれ、それもっと前じゃん。いや、あれなんだから、日本人のジャーナリストからあのアシストか点取らないと評価しないんだよ、やっぱ。多分ね、バジャドリードね、ビリーなんじゃないかな。あ、いや負けたくねえけど久々だからな。久しぶり18、ちょっとなんか逆にプレッシャーかかんねえ。あ、郷さんごめん、あの週間スケジュールだけ確認させてよ。いや大事だよ。あ、やっぱあるじゃん、 UEL あんだよ、26日。お、見たことある。やべえな、久々ですぐいんの。いやー、でもこれむずいな。だから EL とレアルに本気ガチ面だから、ちょっとバジャドリード B チームで行かなきゃダメだね。誰が B かも全然覚えてねえわ。操作が下手くそになってる。やばいこれ。やばいぞ、ちょっとこれ。まずユニフォームの罠が始まってるわけで。ホームだよね、でも。でも向こうさ、似たような色ばっかだから、いいんじゃない。黒でいいんじゃない。黒でいく。黒好き、俺。これでいい。うん。OK。はい、まず時間をチェック。夜ナイトゲームで晴れ、 OK。 メリーノも今いいような調子。いや、いいからこそ、うん、ここは B だよね、うん、あ、今実際の話をしてた。あ、実際の、すいません。 B のキャプテン違うんだよこれ、ゲームだとちょっとね、なんか、うん、すごいよこの人。実際だと前だってもうさすがにあれだよね、レッドカードもう解禁だよね。だってレッドカードあれだよ、あっちだよ、ユナイテッドだもんね。うん、オッケー。じゃあパチェコ出すぞ。いよいよ行くか。パチェコデビュー戦にしようかこれ、うん、でストライカーですよ問題の。サーディックは多分超より上なのか。あ、バレネッチは、うん、あ、そうよ。でも超の方が若いよ。ゴロさん大好きなティーン。ええ最初からうん、え、ティーンよこいつ。本当に？マジ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 。18だったの？いや、そう何してんの？いや、だからおかしいんだってこの人。だから俺大事にこうレギュラーにしてんの。マジかよ。あ、ごめんなさい、ほんと知らなかったわ。いや、もうこれ破格の待遇だよ。73。サディックはいくつ？サディックは25ぐらいじゃなかった？あ、じゃあ25か。だから結構油乗ってきて27ぐらいで全盛期迎えて、ゴロさんがそろそろいいんじゃねって始めて、新しい人が変わるパターン、うん、そんなもんですよ、プロの世界というものは。でも今言ってくとモチベーション下がるから言わないでね、はい、サディックには。OK。誰をじゃあここから外したい、今回の試合。あれだね、やっぱサブよりリザーブの方がさ、テンション下がっちゃうの。うん、まあもちろん。だよね。あ、オヤルサバルがキレ良すぎるから下げててもいいかも。下げるか、逆に。うん、うん。これでいっか。行こう。いけそうやな。いやー楽しみだけど、久々だからな。行くぜ。負けたくないんだよ、一戦目。テンションが普通に下がるだけだから。飛ばします。飛ばす。もう飛ばします。レアルがあるから。レアルがあるから。じゃあ行くよ。見てらんない。ホームだよ、ホーム。ホームです。あ、キックオフ。どう感覚？まだです。やべやべやべ。敵の間合いがやばい、なんか。まずはちょっとパスで鳴らす。これ怖いよ、やめてよ。鳴らす。ああ、怖い怖い怖い。遊んでんじゃん、ちょっと待って。全然余裕あんじゃん。いや、ないないない。ああ、ちょっとずれたか、ごめん。うまい。うわ
よし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 、すんげえモーションでかかった。あ、いいじゃん、シルバーで、シルバーで打つよ俺。シルバーでコーナーって珍しい。だっていないもん、あれが。ないのか、エースが。うん、だって、あーごめん、ずれたわ。最高じゃん。あ、でもダメだ。オッケー、ナイス。じゃあ今日のゲームは、初めてのパチコだからな。カーソル、カーソル、よし。まい。おお、来てる来てる。いやでもこいつ今すげえ今燃えてる多分。いいで、今フェルナンデスだよね多分。え、違うか、違うバレネチアか。今全然読めないんだよ、バレネチア。バレネチア、ね、バレネチア。最近の調子の、あ、ちょ、いい意味で調子乗ってます。あ、オッケー、今の大丈夫、生かしで。調子乗るって言うもんね。いい、うん、調子乗ってる。調子がいいって本当の意味だ、うん、そうだ。前、ナイス。ちょ、邪魔だよ。あ、邪魔する仕事か、そうだ。敵は間違ってない。バレネチアね、多分足も結構速いよね、今俺思った。ただちょっとまだあのタックルはあれかもしれない、もしかしたら。あ、体、うん、あ、オフサイズじゃない。よーし、オッケーオッケーオッケー。今折ったでしょ。違う、今のは違う。褒め、あの味方を褒めた。あ、味方か。うお、もう全然あなた感覚大丈夫じゃん。あ、ごめん、今違う、いや、今のはもうあの間違えて押した。普通にもう認める。認める、うん、認めちゃう。今普通におっしゃったと思う。それ止めてない一人で、うん、それもう最高でしょ。いや、いいプレッシャーだった。あれ出ちゃうよな、確かに。いや、びっくりした。でもおっしゃった。だまあ、いい。そうそう、そのランがいい。うん、うん、いや、スペースあんじゃねえかな。走ってもいいんじゃない。あ、そうそう、来た。はい、来た。はい、来た。うん、ぐらい。まだある、まだある。竹じゃない。おい、いいね、いいね。あ、で、手前、手前、手前。ナイス。今、竹スルーしたの、たまたま。なんちゃって。スルーじゃなくて、多分ああいうパスになったのか。竹でもよかったよ、うん、でも今竹が触ると思ったけど。そうなんだ。あ、行ってもらっていいですか。だってグバルディオルいないから、ね、最高じゃん。ちょっとドキッとしたけど、最高じゃん。俺も今ドキドキしてた。あって思った。あのマンチェ戦さ、編集したからさ、また あれだって思ったよ、俺脳裏に。マンチェ言わない、もういいよ、いいじゃん。俺はマンチェって呼んでたの。もう何回やんだよ、このやりとり。 LINE でもずっと言ってたよ。もうあれ、会話進まねえんだよ。マンチェって毎回聞いて。いや、いいかな、うんうん、いいよね、うん。ドンって、いけ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 。なんだそれ。なん、いや、左利き。あ、だよね、だよね。メンデス左利きだよね。合ってるよね。メンデス左？あれ右だっけ？ごめんごめん。いや、多分今のシーズンあれ右だっけ？どっちだっけ？左だ。左か。逆足ももちゃん逆足。逆足三だった気がする。多分今の見る限りそんなでも。あ、三だ。すごい。いやー。ゴロさんが言うようにプロだぜ。あー、そうか。プロなのか。そうだ。くそー。しかも今左にスペースあったしね。うわ、ごめん。いや、言う。あ、まあまあ。おい、おい。行った。痛いな。おい、頑張れ。あっと、カーッと。あー、マジかよ。最高じゃん。オッケー、超でいくわ。おしゃれ、メンデス前行って。それセンターバックだよね多分。受け継いでる。ごめん、やっちゃった。ごめん。ナイス。あー、ちょっと怖いな。前田もグバルディオルもオーヤルサバルもいない。不安しかねえな。ちょっと待って。あー、惜しい。いや、ちょっとひどかったよ。タケの守備意識高くていいんだけど。いや、でもリンクしてるよ、現実と。今タケの久保意識タケって思ったもん、うん。あー、わかんない。じゅ、あ、弱い。弱い。ごめんよ。あ、くそ、取りたかったな。あー、あれ、いてててて、今ファールじゃねえんだ。あー、やばい、ちょっと待って。ナイス。あ、なんだよ、お疲れ。ヘディングだぞ。
空いてるか、あ、大丈夫か。ああ、ああ、緊張する。やっぱサッカー緊張するわ。頑張れ。ああでも時間ないかな、一応前に。よし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 。まあ初戦、いや、いいよ、前半ゼロゼロ。おい、試合見ろ。結構シュート打った。ごめん、忘れてたけど、トミーいたのか。トミーいるよ。やべ、やばいね。トミーはそのなんか存在感落ちてるんでしょ、中で、多分ゴロさんの。今全然忘れてた。ちょっとそれが俺悲しかった。ごめん。おお、開いてんじゃん。ああ、惜しい。ごめん、俺邪魔あった。いや、悩んじゃった。ごめん。ちょっと、この間の日本代表のあれ、浅野が三笘の邪魔したみたいになった。あったね。やっちゃったよ。うわ、なんだよ。おお、急に人間の動き超えないでくれ。頑張れ久保。前いない、あ、いた、いた。やっぱシルバーだね、パス。まあ、怖かった。あー、危ね。打てんじゃない。右利きだよね、バレネチは。右利きだよね。今なんか今強引に左持ってったけど、え、右引き？右引きだと思う。一応調べて。いや、バレネちゃん俺右引き要因として確か。うん。え、じゃあ今右で打ってほしかったな。ね。どっちになったのちなみに、ファーとニア。今右でファーだった。ああ、やっぱそうだよね。若さかな。あれ、開いてんじゃねこれ。そんな甘くねえってか、サッカー。まだ、あれ。うまい。さすがっすわ、さすがっすわ。あぶねえ。やあぶねえ。おい。ああびっくりした。あぶねえ、ごめんごめんごめん。マジかよ。今やばい、喉の使ったことない筋肉使った気がする。今痛かった、今びっくりしちゃって今。ああ大丈夫。うん、今収録できるまだ。久々にドキドキしちゃって。何今単純に、いや今単純にあの多分おかしくなったやつだけだよ、うん、俺じゃないぞ、おかしくなったの。ちょっと待って、外を出せる、いけるかな。おあ、やっぱ前田違うわ、あそこもう一歩いけないわ、ラスト一歩なんだよな。そうだ、あそこ前田の領域だから。結構かなって思ったら、結構ヌノスも速いからさ、結構速いとすげえ速いは違うんだよ、全然違う。あ、トミーありがとう。危ねえ。まあ今キーパーに戻したのご愛嬌ってことで。いや全然いいよ、なかったもんか。あー、超に行かない、ごめんごめん。なんで超に行かねえんだ。あ、なんだよ、どっち、俺、え、全然よく分かんなかった。あ、なんだなんだこれ、なんだよ。なんかさっきから変なの入力、やばい、走ってます。マジか。何今の。マジか。あ、うわー、マジか。オフだと思った俺。いや、オフだと思った。ごめん。オフだと思ったわ。走ってます。走ってます。マジか。あ、うわー、マジか。オフだと思った俺。セルフジャッジダメだな。いや、今もうしょうがないよ。マジか、シュート1本で決められちった。
あー惜しいな。シルバーで行くべきかな、これマリネチュアで行った方がいいよね多分右で。あーそうだね、もしか選手変えるか。あー変えるか、今出しちゃえば間に、うん、いけるよね。いける。ティラムも出てもらうか、うん、ちょっとメンデス疲れてらっしゃるからスロット行ってもらうか、チョウのとこで久保前に出してメリーノか。あーナイさんだなもん。うん、前田でいいじゃん。あんた何行くしかよ、天才だった。もうこのチャンネルは前田を押さないと。それセンターバックね。あ、ティラム、あ、前田撃て。はい、采配合ってた。はい、この手伝い、はい、後ろで来るようにしてた。ブラック折らないで。はい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 、完璧当たったね今。やべ、前田だってなって2人ついて、どうバレネチュア。ちゃんと右で、やっぱ右だとちゃんと入るね。でやっぱね、ティラムが邪魔してくれてんだよ。ティラムさすがだ。ティラム結構いいランもしてくれるし、あの自動でいいポジショニングしてくれんだよな。やっぱこのメンツだな俺ら。悔しいけどやっぱさっきの B チームだったね。まあ枝でいけねえか、さすがに見るか。まあ見ましたか皆さん、今俺がどんだけドキドキしてんの。今ねロドリゴさんの視線をビンビンに感じて、俺もうや絶対やってねえと思った。あれまたスロットやっちゃった、ね、これ買い取り。いやもうやるし買うしかないよこれ。スロット何点目ですかこれ。多分出るよねこの後。ゴールいっちゃったよ6試合で。やばいこれ10点いくなこいつマジで。どうしよう買い取りたくねえ。27歳のストライカー俺買い取りたくねえ。いやでも買う買う買おう買おう。まだ82分だったのか。おい煽っとるだろ。あーダメか。よしよし、オッケーオッケー、時間稼ぎになる。84分、時間は意識しない方がいいか。イエス。一回キーパーで外。危ねえ。ナイスナイスナイス。あーコーナー、マジか。クリアしろ俺。テュラムすごいじゃん。あー負けた、ごめん。ごめん。あんたね、最高だ、最高のクリアだよ。いや、ほんとやばかった今。ごめん、あの喜びの声出ないぐらいまで浸水した。あーって急いでしたと思う、なんか。あぶねー、あーぶねー。これね、優勝するチームの試合だったよ。いや、ちょっとすげえ、すごくない。え、交代してから逆転だよね。交代してから逆転すげえな。やっぱ A チームの力がマジで強い。今もう暴れてるよスタジアム全員。 A だと圧倒できるよね下位のチームは。いや、すげえな。 B で70分乗り切ったって思えば、うん、別に選手たちには全員褒めていいんじゃないですかこれは。五郎さんが緊張したやつだけ見とく。いや、こう俺マジで緊張してたよちょっと。あ、てかこれサムネ、あー、いっか、いいんじゃない。あぶね、これでよかった、前取れて。見たね。ここでポジション一回越した時に、ここでワンタッチ、これ見事じゃない。これが怖かった、これ。ここもうこのこれこれこれ。わあ、右足ワンタッチかあれ。なるほど。え、左利きだよ、ね、左利き、だから左、これがすげえ怖かったの俺。これ最後のこれ。ああ、よかった、こいつ多分強くなかったらダメだったねこれ。いいサムネ決定。おい、なんかこれちょっとこれかっこよくない、これかっこいいかっこいい。
いや、この辺にしとくか。この辺にしよう、これ。かっこいいな。いや、ゴロさんナイスシュートだよ。よかったー、よかった。なんか昔のゴロさん戻ってきた感じしたわ。あぶねー。インタビュー行っとく一回だけ。一回目行こう。うん。あぶねー、よかったー。ああ、かっこいい。いやまあ、確かに、確かに、もぎ取ったよ。私、いや、これだろう。かっこいい。すかした顔で言ってる。すげえ。ちょっとニヤッとしてる。いいえ、全くいいし、うん、全然。そうでしたか。すごいね、本当にそういう顔してくれる、ね。うん、ちゃんとやってるね。え、マジでインシャンスを作らせないの大変でしたか。いやいや、自分たちはサッカーしただけですけど。うんうん、いやー、UEFA ヨーロッパリーグになります。